はい、レオンチャンネルです。オンライン一番くじ限定の一番くじ仮面ライダー龍騎20周年アニバーサリーをまだ引いてませんでしたので、何回か引いてこう。てか、こういうウェブ限定のやつ初めてやるな。ちなみに、いろいろ情報解禁が来てて、一番くじ新仮面ライダーは前チラッと見ましたが、3月30日に発売するのと、あ、5月に D2 with レジェンド仮面ライダーネクストバレットっていうのが出ます。え？これソフビックス、なんかプロポーション悪くない？なんで？なんかバランス悪いよね。え、ソフビックスって毎回神造形なんだけど、今回どうした？で、1月14日に技術一番くじも来るんですよね。なんかここでも、え、ちょっと技術のプロポーションおかしくない？顔大きくない？普段公式サイトの技術の見た目がこうね。ほら、小顔だよね。で、肩幅もしっかり大きいんだけど、なんかほらちょっと女性的なシルエットなんだけど、え、シルエットっていうかこれあれか、パネルか。え、ビジュアルスタントなのにそんなことある？それ以外はみんなおーバッチリですね。なんでギーツだけちょっとバランスおかしい気がするんだろう。まあ、こういうビジュアルスタンドプラス、これはリアル店舗のやつだよね。で、あ、グラスか。もうグラスいらないんだよな。色紙、あ、そういえば最近色紙あんまり出ないね、普通に一般発売で。で、アクキー、あー、なんか今回微妙だな。これが14日に出るのと、多分1回608円とかかな。そしてこれ、これ今回やるのは一番くじ仮面ライダー龍騎オンライン限定で、12月8日から始まってたんだけどまだ回してなかった。で、1回800円で、内容は前確認しましたね。ワールドライズの龍騎とラストワン、ていうかラストワン賞ってさ、これ何をもってラストワンなんだろう。で、ディフォルメックスが13ライダー。僕はでもね、欲しいのはアクリルスタンドのこれなんだよな。龍騎のアクリル系のアイテムっていうとライダーストア限定で、こういうトレーディングアクリルタイルコレクション、これもあれだよね、ブラインドだよね、こういうのがあるんだけど、こっちはさ、スタンド式になってるのよ。これいいっすよね。ビジュアルシートももう僕エグゼイドのすっごい気に入ってるやつがあるから、それで満足気味なんだよな。ラバーキーホルダーも最近フード探偵のやつだっけ、でメモリのラバーキーがあって、それすっごい気に入ってるんで、まあ龍騎のカードデッキ柄はいいけどね。まあ10回ぐらいやるか、どんな感じかということでやっていきましょう。一番くじオンラインっていう購入ページが別の項目にありますので、でご注文から10日程度で発送のようです。なので月末とか待たなくていいんだ。じゃあくじを引く。あー、ん？どういうこと？くじ箱1、2、3で、これであれ？ラストワン賞があるってこと？くじ箱を自由に選択、くじの箱の残りをチェック、欲しい商品がある箱を自由に選択、並んで順番待ち、残り26枚とか書いてある。あー、え？めっちゃボックスあるじゃん。残り80枚。これ全くあれだ、何も買われてない状態。なんでマックス80枚ってことか。で、これ、例えば残り31枚のこれを見れば、わー、すげー、めっちゃいいじゃん。これ見れるんだ。何が残ってるまではわかんないけど、いい賞アクスタは14個中5個残ってますよとか、あー、ビジュアルシートいらないんだったら、このビジュアルシートが終了してるやつから選べばいい。あ、こういうことね。これがオンライン一番くじか。いいんじゃない？僕はアクリルスタンド一択なので、アクリルスタンドが多めに残っててビジュアルシートとかがないやつがいいな。いや、でもそんなつまんないことせずに、男は黙って残り80のマックスあるところから買うべきか。やっぱり現在一人が見ています。僕だけじゃん。これがマックスも残ってるんで、ここで買おうぜ。そう、これで買おうぜ。なので、まっさらな状態、朝一コンビニ行った状態でくじ引くみたいな。おい、リアルな一番くじのくじみたい。10個、今僕10回だから10個選ぶんだ。じゃあ適当に、はい、テイ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 と、こう縦に、オラ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 、これで、はい、これで10回分で決済に進む。まあ最初ってことでクレカ登録とかいろいろめんどくさかったな。じゃあこれで、はい、タップするとめくる。え、あ、音鳴った。あ、ビジュアルシート、何かわからない。
おー、ディフォルメックス。でもディフォルメックスの何かは分かんないんだ。やっぱあれだね。あ、ビジュアルシート80個のやつ買って正解だね。ドキドキ感ある。アクスタアクスタ。あー、ビジュアルシートばっかじゃん。ちょ、こーい、マジかよ。ビジュアルシートが一番回避したいやつなんだけど。うわー、ラバーキーホルダー。むしろこっちかぶっていいんだけど。待って、アクスタ出ないんだが。うちょい、嘘だろ。ちょ、これなんか操作されてないか。ビジュアルシートコンプすんぞ。あ、で、ビジュアルシート選択できるのか。あー、こういう風に選択できるわけね。あー、でもこうかっこいいな、ミラーのこの割れてるやつとか。でも6個も出たから再購入ってのがあるので、今度はこうめちゃランダムに買おう。えいえい。じゃあ2回目、これでラスト5回。おー、よかった。アクリルスタンド、アクリルスタンド連続で来い。よし、どうした急に。いいぞ、これ A 賞も来ちゃうんじゃない。おお、ディフォルメックス、ディフォルメックス出づらいらしいからね、相変わらず。うわー、ディフォルメックスめっちゃ出るよ。紙一番くじ、紙一番くじ、同じボックスなのに。ああ、ビジュアルシートーで選べるのはビジュアルシートだけだ。はい、これで購入終わりましたが、あれだね、ディフォルメックスとかが何が出たかがマジ分かんなくて、まあもともとブラインドボックスになってるんで、あとは到着してから開けて楽しんでねってことか。アクリルスタンドに関しても要はこれもブラインドボックスなんだ。へえ、ラバティホルダーもそういえば選べなかったよね。普通選べるんだけどね、この辺とかさ、こういうのは。なんで選べるのはビジュアルシートぐらいか。へえ、これがオンライン一番くじか。まあでもあれだね、またこれ10日待たなきゃいけないから、普通にやっぱ店頭でコンビニとかでその場で買ってどれしますみたいな感じで選ぶ方が僕は楽しいかな。思ったよりオンライン一番くじ個人的にはちょっと微妙かな。まあ一応でも動画的にはもう一本、うん、到着後開封っていうね楽しみがありますので、その辺はいいと思います。なのでこれでもまだまだあのボックス数考えたらよほどのことがない限り売り切れなさそうだけど、どうなんだろうね、その辺。とりあえず到着してディフォルメックス開封するの非常に楽しみでございます。ではこのリンク貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上、一番くじオンライン初めてやってみた、送料込みで1万3000円ぐらい使えましたよっていう動画でした。